はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、社労士超入門徴収法見ていきたいと思います。この社労士超入門シリーズはですね、こちらにもある通り、社労士に興味が出てきたよっていう人や、ちょっとね、独学で勉強を始めました、こういった人に向けてですね、社労士試験の各法律がどんな法律か、毎回数十分のプチ講義ですっきり解説をしていきます。さらにですね、今回講義で使っているこのレジュメがですね、一発合格テレビのサイトからね、無料でダウンロードできるようになってますから、ぜひね、概要欄の方にね、一発合格テレビのサイトリンクしてますから、そちらの方でね、ご確認いただければと思います。それでは、始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目、社労士試験における徴収法の位置づけ見ていきたいと思いますね。まずは出題数ということですが、社労士の試験の科目の中で唯一選択式が出題されない法律だと思っていただいていいと思います。で、択一はですね、6点出題されますからね。で、出題の特徴、下にも書いてあるように、よくね、この徴収法、コストパフォーマンスのいい科目というふうに言われています。なぜかっていうと、まあ、今回のプチ講義はですね、他の法律と同じぐらいお話をしますが、大体ですね、他の法律の半分以下ぐらいのね、ボリュームなんですね。それで、択一、6問も出題されますからね。まずここしっかりと押さえる。で、しかもですね、そんなに難しい話出てこないんです。なぜかっていうと、手続きの法律ですからね。うん。まあ、いわゆる簡単な計算問題とか、覚えるべき数字はね、結構ありますけど、それさえ押さえてしまえばですね、なんか細かい知識の問題というのがなかなか出にくい出題なので、かなりね、高得点というか、まあ、6点満点、十分目指せる科目というふうに言われています。はい、それではね、2点目、徴収法とは何かっていうところね、概略、掴んでいきたいと思いますね。まずはそこにも書いてある通りですね、労働保険料の手続き法という位置づけがあります。で、労働保険料っていうのはですね、これ法律が、この法律があるわけじゃなくて、労災保険法と雇用保険法を総称して労働保険法というふうに言っています。この労働保険に関するですね、手続きの法律なんだと。で、この労災と雇用保険、どちらも政府が運用してますから、政府の立場から見て効率的な徴収、もうこれだけです。この1点だけ、これが徴収法の目的だというふうに考えていただいていいと思いますね。で、徴収法にはですね、具体的には1、労働保険料の申告納付の手続きというところ、あとは保険関係の一括というちょっとテーマがあります。あとは概算保険料の延納、4番労災保険のメリット性、5番労働保険事務組合についてなんかもね、この法律で規定されていますから、まあ、その辺のところをですね、今回超入門で扱っていきたいと思います。はい、それではね、3点目、労働保険料の申告納付、ここがやっぱ徴収法の一番根本だと思っていただければと思いますね。労働保険料っていうのは労災保険料と雇用保険料を総称しています。これの申告、実は社会保険料と全く違うんですね。で、大きな視点としてここにもある通りですね、継続事業と有期事業で大きく異なります。継続事業っていうのは何か、これは終わりが決まっていない普通の会社、工場、事務所、何月何日に終了すること決まってませんよね。一応始めたら未来永劫を続けることが前提、こういった事業が継続事業ということになります。これに対して有期事業というのは、いわゆる事業期間が決まっていて、その事業期間が終わったらね、もう、しなくなる、ね、そういった事業、終わりが決まっている事業、これが有期事業。この継続事業と有期事業で労働保険料、大きく申告納付手続き変わってきます。で、これは徴収法全体に通じてですね、継続事業と有期事業どちらなのかっていうのが非常に大きなポイントになっていきますし、出題よくされるところですからね、ぜひ意識していただければと思います。まずは左側、継続事業についての納め方、これは年度ごとに納付をします。労働保険料ね、年度というのは4月1日から3月31日までのことを年度と言います。つまり年度ごとに納付する。労働保険料っていうのは継続事業、これは年払いで納めていくんだなということなんですね。これは、当然労災保険料と雇用保険料です。で、毎年ですね、原則その下7月10日までに、これはね、6月1日から40日というふうにね、条文上は書いてありますが、まあ、7月10日なんですね。7
7月10日までに今年度の概算保険料を納付していきます。概算保険料っていうのは、まあ、いわゆる一言で言うと前払いで払う保険料。7月10日っていうのはまだね、今年度全然終わってませんよね。だけど今年度分、1年分をまとめて概算で計算して払ってしまわないといけないということなんですね。でさらに、その下、同じ7月10日までに今度は前年度の確定保険料の精算、つまりその7月1日ってことは前年度は終わってますよね。で終わった前年度のですね、いわゆる労働保険料いくらだったのか、もう一回計算するんですね。これが確定保険料ということになりますが、その確定保険料の精算手続き、これを同じ7月10日までにやるということになります。ですから毎年ですね、7月10日までに今年度の概算保険料の納付と前年度の確定保険料の精算、これをですね、よく年度更新っていうふうに言われています。知っておいてください。7月10日までにしないといけないんだ。これに対して有期事業の場合は違っていて、事業期間ごとに納付をしていきます。ということは、例えば10年間の有期事業があれば10年分まとめて労働保険料を納付しないといけないんですね。で、有期事業というのは、これは労災保険関係のみが成立して、雇用保険関係は成立しないので、有期事業においては労災保険料のみを納付することになります。これね、一番根本なんですけど、よく忘れますからね、意識してみてください。で、有期事業の場合、事業期間始まってですね、保険関係成立して今度は20日以内にもうね、全期間の前払いでね、概算保険料をですね、納付しないといけません。これ20日以内なんですね。で、事業期間が終わったらですね、保険関係消滅の日から、これも50日以内に、実はいくらだったのかっていうね、また後計算をする確定保険料の精算手続きがあるということになります。こういう形で継続事業と有期事業、大きく異なりますからね。どちらもよく出題されます、意識しておく必要があります。はい、それではね、4点目、保険関係の一括見ていきたいと思います。保険関係の一括というのは、ここにある通り3つあるわけですけど、一言で言うと、これは保険料の効率的な徴収のために保険関係が一括されるということになります。もう徴収法これだけですからね、趣旨はね。で、左から有期事業の一括です。有期事業の一括というのは、建設の事業と立ち木の伐採の事業だけということになっています。で、有期事業ですから、当然労災保険関係だけが一括されることになります。これはどういうことかというと、その下、一定規模未満の有期事業を一括するということになっていますね。有期事業の場合は、先ほども言ったように事業期間ごとに本来なら納付していくはずなんですね、労災保険料ね。しかし小さな有期事業だと、もうまとめて一括しますよ。これをですね、一括有期事業というふうに言います。これはその下にもある通り、法律上当然に一括されるんですね。つまり、申請なんかは不要です。法律上一括されるとどうなるかというと、この一括有期事業になるとですね、継続事業と同じように扱われるので、いわゆる労災保険料年度払いができることになるんですね。そこがポイントということになります。で、さらにこの一括有期事業は報告書の提出なんかもね、求められたりします。で、真ん中の請負事業の一括は、建設の事業で数字の請負の場合だけということになります。数字の請負って何かっていうと、元請けがあって、下請けがあって、孫請けがあってというふうね、こうピラミッドのような形、こういった形の事業形態のことを数字の請負というふうに言います。で、これもですね、労災保険関係のみが一括をされることになります。この請負事業の一括は、その下にもあるように、事業規模に関係なくですね、元請負人、いわゆる元方事業者ですね、元請負人が全て一括をして、労災保険料を払わないといけないというふうに決まっています。これも法律を当然に一括されるんだということになっていますね。で、ただですね、一番下にも書いてあるように、下請負事業の規模がですね、一定規模以上だったら分離できるっていう制度もありますけどね。まあ、とにかく原則はですね、元請負人が当然に一括をして、自分以下のピラミッドでね、参加している人の労災保険料まとめて納付しないといけない。これが請負事業の一括ということになります。右は継続事業の一括、これだけは事業の種類制限はありません。どんな事業でもありえます。で、この継続事業の一括だけは、労災保険料だけではなくて雇用保険料も一括されることになります。で、一括する事業のことを指定事業というふうに言います。これは別に東京本社というふうに限らないんですけどね、指定事業で一括をすると。
これだけ認可申請が必要です。必ず厚生労働大臣と認可を受けて継続事業の一括が認められるということなんですね。で、その下にありますが、雇用の被保険者の届出等は対象外ということで、被保険者届出なんかをですね、これは指定事業がまとめてやるわけではなくて、各ね事業所でやっぱり雇用保険の届出なんかはしてくださいね。あくまで雇用保険関係が一括されるというのは、雇用保険料もまとめて指定事業が納めますよ、まあ、こういった形になるところなんですね、はい、この保険関係の一括も若干数字が出てきますからね、結構よく出るところですから、しっかりとね比較して抑えていかないといけないところです。はい、それではね5点目、概算保険料の延納というところですね。延納という言葉もあんまり一般的には使わないですよね。一言で言うと分割払いが認められる。概算保険料というのは前払いですから、この前払いの保険料については分割払いが認められていて、これもですねその表にある通りですね、継続事業と有期事業で違います。でさらに一括有期事業、有期事業が一括された事業ですね、これはやっぱり継続事業と同じ扱いをしていくことになります。左から見ていきますね、はい、次のあまたはいのいずれかに該当していることということで、あ、納付すべき概算保険料の額が40万、括弧20万円以上であること、原則40万円以上じゃないとダメよ、括弧の中はですね労災保険関係または雇用保険関係どちらか一方のみ成立している場合20万円以上である必要がありますよ。でさらにい、労働保険事務組合に委託していること、このあとい、いずれかに該当しないといけないですよ。さらに丸の2、10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこということなんですね。この条件を満たすと継続事業と一括有期事業で分割払いを認める。最大で3回延納ができますけどね、3回分割払いが認められます。これに対して右側の有期事業、次のあまたはいのいずれかに該当していることということで、先ほどと同じ感じですね。あ、納付すべき概算保険料の額が今度は75万円以上であること。ちなみにこれ有期事業の概算保険料というのは労災保険料だけになりますけどね、75万円以上であること、またはい、労働保険事務組合に委託している事業であること、どちらかが必要ですよ。であとはあるのに、事業の全期間が6ヶ月以内の事業でないこと、6ヶ月以内だったら延納は認めませんよということになっています。こんなねやっぱりね継続事業と有期事業で大きく違うんですね。この辺も比較して認めていく。有期事業の場合は理論的に言うと何回延納もありえます。何回でも分割ね。ただまあ試験ではですね4回分割ぐらいですかね、最大で出てもね、うん、でその下に書いてあるように確定保険料、これ後払いの保険料ですね、これについては分割払い認められておりませんからね、その辺も知っておいてください。はい、それではね6点目、労災保険のメリット性。ここだけですね、労災保険だけの話になります。雇用保険は関係ない話です。このメリット性というのもですね、言葉だけでは何のことなのか、ね、よくわからないということになりますから、まあ、一言で言うとですね、これは事業主さんの労災事故を防止する、そういうね努力を評価してあげる制度なんですね。私たちの身近な制度で言うと、まあ、あのね自動車の任意保険みたいな形でね、はい、やっぱり労災保険、ね、給付をたくさんもらう人と全然もらわない人ではね、事業主さん保険料変えていきますよ、こんな制度なんですね。まず左側、ここも継続事業と一括有期事業と有期事業で分かれますけどね、継続事業側、これ労災保険率を上下させることになります。いわゆる労災保険率原則的に決まってるんです、事業の種類ごとにね。それが例えば労災事故を起こすところはどん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 原則より上げていくし、労災事故を起こさないところはどん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 原則より下げていく、まあ、こういった形でですね、まあ、労災保険料を上げ下げして事業主さんの災害防止努力っていうのをね評価していってるんですね。で収支率、これがメリット性の率なんですが、これ有期事業と一緒なんですね。収支率が100分の85を超え、または100分の75以下だった場合にメリット性の適用が、絶対にメリット性適用されるわけじゃないですけどね。で、その収支率の計算において継続事業とかの場合は第1調整率というものだけを除く、これは、ね、言葉だけでいいんですからね。でいつからかっていうと基準日、これは連続する3保険年度の最後の3月31日、これが基準日と言います。の次の次の保険年度からメリット労災保険率の労災保険率が適用されることになります。で、幅はですね 40% の範囲で上げ下げされる労災保険、上がることも当然だからありますからね、原則的なね労災保険率から上がることもあります。一括有期事業の場合は 30% から 40% の範囲ということになっています。これに対して有期事業のメリット性は全く違うんですね、ここね、うん、
確定保険料の、ね、上げ下げをします。いわゆる後払いの保険料をもう一回計算して上げ下げするんですね。収支率は一緒で、調整率は第1調整率だけではなくて第2種調整率というのも使っていきます。で、いつやるかっていうと、事業終了後3ヶ月または9ヶ月経過してからメリット制を適用することになります。この辺の理由についてもね、またしっかり理解をしておく必要があります。で、率としては 40% または 35% の範囲で上げ下げをしていくんだということになります。このメリット制もですね、継続事業と有期事業で全然違いますからね、ここは絶対ね、きちっと整理して意識しておく必要があると思います。はい、7点目、労働保険事務組合見ていきたいと思いますね。この労働保険事務組合についても詳しく書いてあるのはこの徴収法で勉強していくことになります。ここも大体1問問われますからね。労働保険事務組合とは、中小事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体またはその連合団体ということになります。まあ、いわゆる公のね、労働保険事務組合をやるというね、厚生労働大臣のお墨付きを受けた団体ということになります。この労働保険事務組合に事業主が委託するとね、どういうメリットがあるかというと、その下の2点と言われています。1、概算保険料の額に関わりなく延納することができる。先ほどね、継続事業も有期事業もですね、概算保険料いくら以上だったら延納できますよ。ただし労働保険事務組合に委託していたら、その額に関わりなく延納できるんですね。これは先ほどやった話。さらに2、中小事業主等が労災保険に特別加入する。これは労災で出てきます、ね、第一種特別加入するためには必ずこの労働保険事務組合に委託しないといけないという話が出てきますからね、その辺の話だと思ってください。で、この一定の中小事業主というのは範囲が決まっていて、これも試験的には絶対に覚えないといけないところですね。その下、金融業、保険業、不動産業、小売業だと常時50人以下の労働者を使用している事業主さんが対象です。卸売業、サービス業では常時100人以下の労働者を使用している事業主さんが対象。その他の事業だったら常時300人以下ということで、ここはね、必ず業種も具体的に問われますから押さえておかないといけないところということになっていて、まあ、この後ね、労働保険事務組合かなり細かいことまでいろいろ規定されています。はい、徴収法いかがだったでしょうか。もしね、徴収法興味持ってですね、社労士これからね、本格的に短期合格目指していこうと思えば、ぜひね、知っておいてほしいことが2点あります。で、まず一つは、社労士試験というのはよく暗記の試験とかね、覚えることいっぱいということはあります。確かに抑えるべきことはあります。しかしやっぱりね、情報整理の試験だと思った方が短期合格できると思います。私も20年以上社労士の受験生見ていて、誰がね、早く合格する人かというと、まあ、情報整理の上手い人です。情報整理が上手いと早く合格する。これぜひ知っておいてください。そういう意味でここにも書いてあるように、情報整理の視点でですね、企画認識法で社労士プチ講義というね、こちらの動画をね、もう全科目公開をしています。ここで必要な整理をバンバンやってますからね、ぜひね、参考にしていただけるといいかなと思います。で、さらに次の、数字が苦手っていう人も多いと思いますね。やはり数字覚えないといけないところはあります。私も苦手でした。そういう人用にですね、社労士の数字ということで、試験の範囲の中で絶対に受験生として抑えるべき数字だけを網羅したね、問題形式のね、動画公開していますから、こちらもですね、また下のリンク貼ってますから、ぜひご確認いただければと思います。このようにこの一発合格テレビでは、通学通信独学、あらゆる社労士受験生に有益な情報が満載ですから、ぜひですね、まだ登録してない人は今すぐね、登録していただければと思います。今回は以上です。